ちゃ人いてますね。やばい。あ、竹田方のトンネル。吊り橋の概要ということで、平成9年度1億円。1億円です。はい。これを見てパッと1億円っているんでしょうか。多分言える人は多分ね、あのね、山猫さんぐらいだと思います。私は1億円って知ってるんで、1億円って呼んでますけども。吊り橋、1億円の吊り橋ね。いや、いいね。今現在ここですね。今現在ここにいます。あ、途中までやっぱりね、ここね、あ、トンネルね、ここを通ってんですね。で、こう川を渡るみたいな、そこで川を渡るみたいなね。ここ確かあの揺れてる揺れてる。これは私だけじゃなくて、橋も揺れてる。橋も揺れてます。いやー、綺麗じゃないですか。ね。また問題でございますか。あそこがね、確かバーベキュー広場になってて、許可がいるんですよね。うん、ちょうどここら辺が真ん中あたりかな。ここが真ん中あたりか。ここが真ん中あたりですね。覗いてみましょう。何が見えるんだ？覗いてみましょう。ピントが合わないじゃないか。ピント合った。1億円の足を渡せます。こう左右にワイヤー引っ張ってますね。はい。上下にワイヤー引いてないんで、下とかに普通はね、ワイヤー多いんですけども、左右にワイヤー取ってますね。はい。1億円の橋渡ってます。いやー、もうね、いいっしょ。いいっしょって。よくわかんないけど。よくわかんないけど。これ渡るためにここまでやってまいりました。いやー、お弁当だ。さ、花見してる、花見。もうじっちゃんばあちゃん無敵やね。マンボウ、マイマンボウかよ。終了証ありがとうございます。はい、終了証ね、はい、バーベキューとキャンプサイト、こっちがキャンプできるんですよね。こっちがバーベキューできるんですよね。こういう感じになってます。すごく綺麗ですよ。はい、ここであのキャンプしたことないですけど、このね、テントのところであのキャンあのバーベキューできないのがちょっと辛くてね、あの来てないんですね、私ね。こんな感じですね。はい、帰ろ。撤収。撤収早え。撤収早え。ちょっとね、泳ぐところがないんですよね。うん、やっぱりちょっと危ないんでしょうね。うん、遊泳禁止にはなってないけど、遊泳できない状況まで追い込まれてるんじゃないかな、これ多分。
ケさん、OK です。OK です。わかりました。ちょっと揺れてますね。いやー、とても綺麗ですね。はい、こんな感じです。とてもね、こう綺麗な並木になっております。よっ、ふっ、先ほど渡った1億円のね、橋がこちらの方になっております。一応ね、こうわざわざこういうふうにね、出っ張って見れるようにね、撮影スポット、こうですね。橋ですね。桜もきれいに咲いております。いかがだったでしょうか。桜のトンネルです。橋の方にましょうか。こんな感じになってます。あ、JR 見えるかな。 JR ギリちょっと見えなかったね。残念。やっぱりキャンプ場の方横通ってますね。桜がちょっと散ってますね。じゃあビデオの方の方ありがとうございました。それではまたね、ご会いしましょう。さようなら。松上裕子でした。